今日はですね、渡辺さんを、はい、特別ゲストとしてお迎えして、はい、カピバラの写真を撮っていこうかな。なるほど。もうそのまんまですね。何にも聞いてないので、うん、何をしていいか分かんないですけど、いや、いいです。とりあえず、まあ、うん、いつも通り渡辺さんと楽しく撮っていけば、写真を、カピバラの写真を撮っていこうかな。わかりました。渡辺さんの説明をしようかな。あ、そうです、僕カピバラ写真家の渡辺勝人と言います。カピバラ専門に写真集を出したりとか、テレビとかラジオとかにたまに出演してカピバラの解説をしています。まあ、カピバラ三昧の生活を送っているというのが、まあ、本当のところでしょうかね。じゃあ使用機材をまずちょっと使用機材、ミラーレスのカメラです。あとスマホですね。スマホも使うんですね。使いますね。やっぱりこういう一眼レフってレンズがもうくっついちゃってるので、はい、もっと違う画角で撮りたいって時はもうスマホ使っちゃいます。天気が悪い日はスマホはあんまりよく綺麗に撮れないんですけど、はい、まあ、曇りから晴れだったらば十分これで使えますね。まあ、ちなみに長崎バイオパークの去年のカレンダーの中にはスマホで撮ったのもあります。そうだったんだ。はい、そのぐらいもう気づかなかった。どっち気がつかないよね。僕らもわかんない時代なので。でも、まあ、別にカメラマンだからそういう売り物だからっていうから、別に一眼で撮らなくてもスマホでも十分撮れると思います。いや、だからそういうことですよね。まあ、とりあえず、はい、撮っていきましょう。はい、今日午前中っていうか昼間はすごく太陽の光が強くて、はいはい、写真全然。そうですね、まあ、正直動物園でカピバラとか撮ろうと思ったらば日中はあんまり向いてない。うん、だから開園から頑張って10時半ぐらいから今の時間帯、例えば2時ぐらいから閉園までっていうのがすごい光の角度の問題で、真上から来るとやっぱりカピバラってすごい反射しちゃうんですね。そうすると白く映っちゃうのであんまり向いてない。うちのカピバラどっちかというと全体的に体白っぽいんで、白飛びしてるかのような。そうだね、確かに。逆に暗いところとの明るいところの差が激しすぎて、ムズムズする写真。なんだそれ。ムズムズ。もどかしいっていう。そうですね。茶色じゃなくなるっていう。じゃあこれぐらいはいいってことね。もうベストじゃない。曇りが一番ベストだと思います。並んだよ。並んだね。いい感じじゃない。あれは撮った方がいいんじゃない。田中君撮ってください。僕はやっぱカピバラの表情っていうのを写したいんで、結構やっぱカピバラの目線に合わせて写真撮ることが多い。ほとんど僕しゃがんでますね。あ、動いちゃった。よし。違うことね。止まらないね。餌くれようの感じだよね。で、まあ写真撮影っても動物に合わせる。はいはい。撮れないなら撮れないし。そうだね。っていうぐらいで行かないと。僕は基本的に例えばバイオパークに来た時でも、あんまり餌はあげて取るとかいうことはしないです。そうするとやっぱり餌ちょうだいっていう顔になっちゃうし、そのあんまり誘導したりはしないですね。逆に自然な姿を撮ろうと思うんだったら、ちょっと離れて、まあ望遠とか使って自然の姿を撮ることが多いですけど。いや、もう同じです。まあ、そのシーンに合わせて、はい、なんかどういう感じの絵になるかなぐらいは考えて。あ、今いいんじゃない？僕は結構こういう感じの口を、はいはい、映したいんです。結構低めだね。かわいい。ちょっと一回うんち撮ろうか。うんち撮ってくれる人が来た。はい、撮れます。もう90つだけ。なんか渡辺さんの写真を見てると、はい、カピバラが住んでる生活感がわかる。ふわっとした暖かい、温まるような空間みたいな。ああ、多分そこら辺は僕がまだ意識できてない。ホワイトバランスとか。はいはい。あとどうしても動物好きな人は動物が真ん中に来がちで大きくなりがち。なのでちょっとそれもいいんだけど、撮った後にでもいいからちょっとレンズをこう引いて大きく撮るのも一枚撮っとくと、後々そういうどういうところに住んでるかとかどういう動物園だったのかっていうのが分かるんですけど、僕も慣れてない頃はもう顔のアップと体しか映ってなかったので、後で撮ってどこで撮ったんだろうぐらいになっちゃうんですよね。そういう余裕もあってもいいかもしれないですね。まあそれこそバイオパークですね。そうですね。それだけやっぱり触れ合えて環境が整ってて緑多いってとこなかなかないので、おすすめですよね。もう中に入れますからね。そうですね。わー、出てきました。
可愛い。ポイントは近寄っていって、2番目あたりぐらいでピント合わせとった。1番目無視して、例えばここに合わせるとか。可愛い、めっちゃ足踏まれてる。踏まれてるね。そういうこともある。いいじゃん、いいじゃん。どうしても1頭目にピント合わせちゃうと集合写真みたいになっちゃうから、これ無視しちゃってこっちとか言うと結構面白いっていうか、ちょっと面白すぎになってるけどね。すごいちょっと面白い写真になってる。面白すぎ、めっちゃみんなこっち向いてるの。はいはい、餌くれみたいな。いいじゃない、いいじゃない。なるほど。あるだろ、これ時間ないと。なるほど、今日は半分時間ない。ああダメ。あお、乗ってる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 。これ聞いていいかわかんないですけど、はい、これですか。真ん中一点ですね。もちろん自動でピント合わすのもいいんだけど、いざって時に自分の狙った角からに来てくれること少なくない？いや少ないです。だからそれはカピバラなのか知らないけど、なんかカピバラうまくいかないので、僕はもう本当に自分でコントロールしてます。どっちかというとこうピント合うやつを反応してこう、ああずらすみたいな。なるほどなるほど。ただ正確に言うと反応しながらずらすとやっぱり角度が変わってるから、ちょっとだけピントずれるんだよね。できたらピントの場所を先にこの辺だとかっていう風に決めといて、でそれをでカメラピシッと合わせた方が僕はいいと思う。真面目な話になっちゃった。カメラ忘れてた。カメラ操作忘れてた。なんかいい表情だなと思って。ドーナツ。ドーナツ。あ、そういえば今さっきドーナツ散歩しとったよ。証拠映像ちゃんと収めて、証拠映像ある。家まさき、はい、お散歩中です。どうなる、まずいかなって顔してる。ドーナツ帰らんの？帰らんね。こりゃ上近さんが飼育員だったこれはバンバン逃げてました。バンバン逃げてましたね。だって一頭もいないことありました。プロカメラマンですか。プロカメラマン。帰ろ帰ろ。もう賢い、ちゃんと帰る。帰りました。まだ出たい。開けてるよ。おお、すごいね。あ、ほんとだ。え、あ、すごい。てかこれ閉まらなくなってんじゃん。うん、もうほっといて開いたら開いてる状態だ。開いてるんだ。まあいいんじゃない。先に行くみたいな。危ない危ない。実はここバイオパークのベストスポット。なんか皆さん知らないでしょうから、なんていうんですか、塹壕から狙うこう、あの狙撃みたいな。ちょっとしゃがむだけでカピバラと同じ高さになる。これこっちに取れば餌食べれるし、夏場はここからこういうふうにカピバラが出てきたりとかすると、この橋の下を通ってるカピバラが取れて、こっち向くと泳いでるのもよく平行で取れるっていう。もうベスポジじゃないですか。ここ実はいいポジションなんですけど、誰にも教えたくないので、放送はカットです。あ、カット。聖地。本当座ってみて、座ってみて。もういいでしょ、いいでしょ。もう動物ってさ、写真とか撮るときとかにこういうものに隠れて撮ると意識しないんだよ、はいはいはい、ね。なるほど。張り付いてると。そういうのもあってそこで撮ってるっていうのもあるね。シャッターを切る瞬間って、どのタイミングでやっぱボタンを押すかって、はい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 。カピバラのいい表情だったりとか、はいはいはい、特別なことが起きればすぐシャッター切れるような準備はいつでもしとく。その場で例えば
あのカピバラいいなって言ったらもう歩きながらこういう風に、あ、これだったら 5.6 で行こうかなとか、シャッタースピード200で行けるかなとか思いながら設定しながら近づいていって、しゃがんだらもうあとは撮るだけで、それだけまあ撮りたいっていう画角がなきゃそんなことやらないけど、バイオパークそういうチャンスすごいいっぱいあるので、まあよくあるんですけど、行ってからこうガチャガチャ触って撮って、今度は撮れたやつがどんなんだっけななんて言ってまた修正するとか言ってたらもうそれは間に合わない。そういうのはもう自分の頭の中で考える、そのぐらい準備はしてもいいかなと思いますよね。映らなきゃ意味ないから、まあとりあえず映ってれば後でなんとかなるわけだから、その最低限の設定を到着するまで、その動物が行く前までに撮っとかないと、行ってからこうやってのんびり撮ってるともう違う形になっちゃうからね。普通に勉強を教えてもらってるみたいな。とんでもないとんでもない。ちょっと撮ってみようか。あ、本当に。春岡さんは何に注意して撮ってますか？やっぱ餌だったら色があるじゃないですか。はい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 。普段ないこんなオレンジ、これ入れたいです。カピバラ次第です。はいはいはい。ところでさ、縦で撮ること多くない？あ、確かに。横で撮ってさ、縦に切ればよくない？なるほど。自分の中で変化してさ、今だってこれ縦に切れるわけだ。はいはい。うん、でもしかしたら横でもいい感じになってるかもしれないけど、後で撮っちゃうと後で横にすることはできないわけだよ。確かに。横だったら縦にすることはできるから、横で撮るような癖にした方がいいかも。いい感じ、いい感じ。すごいすごいすごい。そうするとさ、こちらに余白があるじゃん、はい、余白があって他のカピバラが食べてるっていう、みんなで食べてるっていう雰囲気も撮れるから、それでこの縦もよかったらここをトリミングすればいいだけだ。なるほどなるほど。いいね、かわいい。いいですか、渡辺さんに近づいて来てますよ、僕は。ああ、近づいてますね。そうだね。いや、まだ程遠いけど。特にバイオパーク、後ろの風景がいいわけだから、これがうまく光とかではまれば、このまま使っちゃえばいいんだ。そうですね、確かに。すごいもったいないことしてました。いや、もちろん、本当に縦だって時は縦で撮るんだよ。はいはいはい、真面目な話。また忘れてた動画のこと。頭の中でイメージはやっぱ作るんですか？僕の場合食べてるシーン、こんな感じの絵。僕の場合はその動物園に行くときに、例えばここに来る前の日とかにもう一回前のやつ見直します。自分が撮ったやつで、自分が撮ったやつって気に入ってるやつって大体価格がこんなだとか、はい、まあ逆に言うと設定も大体パソコンで分かるじゃないですか、はいはい、それを見直してくると、あ、こんな感じだったらどっから撮ればいいなとかパターンが決まってくるので、そうするといい絵が多くなる。なるほど、ね。あとはもう本当天気と光の問題なので、あとどのカピバラが、ね、来るかによるけれども、おすすめのパターンを視聴者の方に一つなんか教えてもらうことってできますか？例えば皆さんカピバラお好きな方はどうしてもこのおにぎりみたいな形のショットを撮りたいので、カピバラってこうやって正面で撮ることがすごい多いんですけれども、正面で撮るとピントが合う位置が結構難しいんですね。目に合わせちゃうと鼻がボケちゃうし、鼻に合わせちゃうと目がボケちゃうんですね。だからそういう時はちょっとでもがずれる、そうするとピントの合う幅が広くなるので、せめてここからこの辺まではピント合わせたいじゃないですか。そうするとちょっとほんのちょっと怖い、ここまでずれるだけで全然違う写真だよ。そう、まあ良くも悪くもですよね。そうですね、このミラーレスっていうか一眼レフの、いいところでもあり悪いところ、そのぼかしたいところとぼかしたくないところの差を作れるカメラなんですけど、はいはい、カピバラ顔長いんで鼻に合わせちゃうと目に合わなくなる。あとそうだな、例えばお風呂とかご飯もそうですけど、何をしているかを撮らなきゃいけないので、この木箱をどこまで画角に入れる か、ここなのかここで撮るかによって、これが入るか入らないかってすごい大きいんですよ。これを入れるか入れないかを自分で入れた方がいいかな、入れない方がいいかなって考えながら撮るとまた違う絵になりますよね。オートがいいよ。これやっぱ4と 5.6 って全然違うんですよ。4の、違う。これ一緒のなんか、いくつまでが、まあ、普段で。それカメラによって違うけど、これだとそんなね、6400とかまで全然大丈夫ですよ。スマホに映すぐらいだったら、そんな。スマホに映すんだったらもう12800でも全然大丈夫。
結局裏も込みの写真にするなら、うんうん、あんま絞らないから F 値をいじったことないっすね。あだ F 値さ、正面から撮るときと横で撮るときなんてもう全然足りないと思う。正面だったら本当にここだったら8ぐらいに撮らないとピントが鼻から目まで合わないけど、ここまで寄れば4とかでもいけるし、はいはい、そうすると後ろがふわっとボケてかっこいい写真になるけど、ここで8とかやったら記念写真になっちゃうからさ。それだと思いますね。あ、余計なこと教えちゃったかな。あのクエスチョンマークがいっぱい頭についてた。絞りすぎちゃうとボケすぎちゃうんですよね、うんうん、後ろが。だから僕はそのカピバラと風景を込み込みの雰囲気の写真が撮れてなかったっていう、うん、ああそうだね。だから4で撮っても5で撮ってもいいけど、さっき言ったように全体の雰囲気も抑えとかなきゃいけないから、じゃあ4撮ったら8ともう一緒に同じものを撮ろうとかすればいいんだよね、うん、これはいいなって時は本当に見刻みぐらいで、例えば4、6はないから 5.6、8、11って撮る時あるよ。そうすると本当にピシッと顔の中でどこまでピンとか合うか現実には分かんないで撮ってる時は、うん、だからもう一応よ時間ももったいないチャンスは一瞬だからね、はいはい、4設定ぐらいバババって変える時あるよ。おお変わりますね、僕のこれからの写真変わるかな、どうかな。変わらないとダメだよ。だが、まあこう変わりましたっていうのを最後につけて。できるかな。いやあのインスタグラムを、はい、見ていただければ、うんうん、だんだん僕の写真の成長っぷりも分かる。おもう前なんかもう四角いっぱいに顔写したりとか、うんうん、なんかその一瞬を逃したくないために必死に撮ったら設定間違え、うんうん、けどその瞬間を載せたいからって言って。うんうん、いやそれでもいいんだよ。まあ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 、まあうん、とりあえず、まあ、あと編集ですね。編集だね。うん、手直しが手直しじゃないの、お化粧だね。お化粧、うんうん、お化粧まだまだ僕はメイクアップ技術がないから。うん撮ったまんまを撮ったまんまもね、はい、大事なんだけれども、やっぱりお客様に見せるとかって言うんだったらば、ね、より良くする綺麗な、うん、で何が主役なのかが分かるようにしてあげるっていうのは、はい、ソフトでもできることだから際立ってね。そう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 、それも必要だよね。全くおにぎりなのか顔をちょっと残すか。何しに来たんか、なんかもらえると思ったの、うんうん、上から撮るときってどういうことにしたらいいですか。動物上から撮るっていうことはどういう目線かっていうと犬の散歩と一緒なんだよね。だからその動物をこう支配してるような写真になっちゃうのであんまり使わないんだけ ど、 なるほど、撮るとしたら本当に真上とか。なるほど、うん、すると意外と動物って真上から見たことないじゃない。ないですね、僕もないです、うん、だからそういうのってもう本当にバリアンだからできることで、こういう風に撮ると面白い写真はできる。なるほど。ご飯を食べてるときはあんまり意味ないけど、例えば寝てるときとかで、寝てるときはそのカッパラ画面の中にいっぱい入れるんじゃなくてちょっと余裕を出して撮ってあげると絵はがきみたいにちょっとかっこいい写真になったりとか、そういうのは上から撮る場合ありますよね。逆にまあよく皆さんやってる血を張ってるこういう風に撮るやり方、うん、そうするとカピバラが巨大に見えたりとか、はいはいはい、かっこよく見える、はいはい、けどちょっとデフォルメ感も出ちゃう。そうですね、うん、確かに。だから本当はベストはカピバラの目線と同じようにここまでいかなくてもこの辺ぐらいが一番可愛い写真になる。 あ、はいはい、うん、あとこの辺から撮って見上げさせるっていうと、うん、まあ、僕も SNS でよくやるんですけど餌ちょうだいの顔が撮れる、はいはいはい、その可愛いっていう写真もあるので、この高さってすっごい重要。さっきの話じゃないけど行く間にあれどういう高さで撮ろうかって言いながら、うん、見ながら行って今だったら低い方が面白いよね、はいはいはい、もし顔を上げてるんだったらこのぐらいでいいけど、うんうん、今だったら多分下から煽るように撮れば餌探してる雰囲気が出るんだなって思いながら近寄っていく、はいはい、なるほど。うん、大真面目すぎる。いや今のわかるんじゃないですか。ちょっとさっきのは難しかったですけど、これはあれですね、このレフとかに限らず、うん、携帯でも一緒です、ね、そうだね、角度はね、本当に角度は重要だからね。角度本当に変わりますよね、写真の雰囲気が、うん、角度で塩を張って面白いなって思うのは、例えば水辺とかはすごいモテるよね。なかなかちょっと普通のお客さんでやるのは勇気いるかもしれないけど、水にギリギリ、まあお風呂でもいいよね、はい、ギリギリのところにレンズつけてでシャッターを押すと本当に普段撮ったことのないような
絵が撮れるんですけど、よくやる？いや、怖くて。怖くて。いやでもたまに。なるほど。前池に入って、スレスレから撮る。ああ。あれでも立つで撮ってる。はいはい。お風呂とか池とかで、それでスレスレに撮りたかったら、カメラの持ち方、自分の手が濡れたらやめればいいだけの話だから、こうやって撮るから水に入っちゃうだけの話で、下に支えてあげれば、自分の手が濡れたらやばいと思ってあげればいいんだから、そうすると結構スレスレなやつが撮れたら。学びました。でもなんかこの撮影で僕はもう、全然レベルが上がってる。いや。撮り合ってる雰囲気で。うん。今見せなくて。うんうん。おー、近い。ああ、大丈夫だった。危ない危ない。おお、もういいよいいよ。やめとけやめとけ。こっちにないか。なでしこの必死さが。渡辺さんの時も1万2000とか行くとかある。あるよ。やっぱりなるべく急がんと避けたいから、いろんな手使うよね。FT 下げる。シャッタースピードを遅くする。FT 下げる。露出補正ちょっと使うぐらいかな。うん。あんまり暗くしてもね、後で何の利用価値もなくなっちゃうから。はい、うん。今立ってるんですよ。今はじゃあそこも低い。そう。これ今カピバラ撮りたいんじゃなくて、この感じがかっこいいよね。これは立てて撮ってんだよ、むしろ。この時はカピバラにピントを動かして。そうだね。これ上の葉っぱが白くなる。あ、じゃあそしたら露出下げて、露出下げて、うん、そうそしたら出てくるじゃん。はい、うんうん、出てきた。おー、うまいじゃん、うまいじゃん。なんでやな。今回の動画結構僕得でしかない。今日はちょっと急に言われたんで2時間ぐらいくれれば、やります、皆さんに分かりやすいように動物、これは予告編ということで、はい、また改めて。そうです、これはまだ本編ではないです。もっと深く、もっと深くね。渡辺さんのチャンネルもあるんですよ。渡辺さんの動画見てください。いやもうこの後も多分お互いパシャパシャすると思うんで、はい、じゃあとりあえず動画は終わります。ありがとうございました。